まさに大きな歴史の節目に立ち会い、そしてお祝いすることができることを市民の皆様と共に、そしてご来賓の皆様と共に喜びたいと思います。今日はたくさんのご来賓の方にもお越しをいただきました。後ほど来賓を代表いたしましてご挨拶をいただきます。三村金さんをはじめ、本当にお忙しい中よくおいでくださいました。本当にありがとうございます。三村知事には4月29日、くしくも東北新幹線が震災後全面復旧した日に、それまで大変沈滞した自粛ムードの中で青森県ディステーションキャンペーンをこの弘前市、弘前城の本番でキックオフをしていただきました。全国に弘前の情報を発信していただきました。誠にありがとうございます。深く感謝を申し上げさせていただきます。そして今日は東京から弘前市民栄誉賞を贈らせていただきました川口純一郎教授にもお越しいただいております。どうぞお立ちください。ご挨拶を。こうしてたくさんの皆様に祝福されたこの弘前城築城400年祭を何としても成功させたい、その思いで今おります。それでは式辞を申し述べさせていただきます。まずはじめに、3月11日に発生をいたしました東日本大震災で被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。弘前市は幸いにも大きな被害を受けることはありませんでした。改めて災害の恐ろしさとそれに対する備えの大切さを痛感いたしております。当時では被災された皆様や被災者に対し、被災地に対し広く市民の募金を募り、弘前公園の入園料の一部その他ご寄付など最大限に活用し、義援金や支援物資の提供、避難者の受け入れや職員派遣など、さまざまな形で被災地支援共同プロジェクトを進めております。振り返りますと、